新小岩駅からね、少ししたところにあるね、最古へ訪れました。いや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 、今夜は最古、中華最古、今夜は最古、中華最古、イエーイ。ここへ訪れました。それでね、どんなメニューがあるかね、見てたのね。白麻婆豆腐やって、なんやって、お店の人にね、これなんですかって言ったらね、白い麻婆豆腐ですよって言われたのね。え、なんで白いんですかって聞いたらね、白いんですって、それ分かってるよおばちゃん面白い、ご飯セットとかもありますけど、これだけで食べますかって言われてね、いろいろメニュー見てたらね、この花巻というね、聞き慣れないね、なんかパンみたいなのがあったから、これも頼んでね、食べて行きました。でね、運ばれてきたね、白麻婆豆腐はね、いやもうすごくね、ニンニクの匂いがね、プンプン漂ってんのよ。あと唐辛子のさ、辛い匂いが、なんかね、食べるのがすごく楽しみ。それでね、この白麻婆豆腐を食べてみた感想は、塩味のね、でニンニクの香りとかもね、いっぱいね、ついてる、美味しい麻婆豆腐、これうまいわ、なんじゃこれ。味も本当に麻婆よ、麻婆をね、塩味にして、あとニンニクをね、なんていうか、スパイスをいっぱいかけてるみたいなね、とても不思議な味、でね、この花巻はね、なんだろう、山崎のさ、蒸しパン、白いさ、小豆入ってるやつ知ってるかな、三角形のあれのね、小豆をなくしたようなね、感じのパン、これと麻婆豆腐食べるとね、まあえらくうまい、これおすすめですよ初めてこの白麻婆豆腐っていうのを食べたんだけど、ちょっと衝撃的でした。それでね、今日はちょっとね、これからね、忙しいんでね、相談のコーナーとかおまけとかも今日はありません。その代わりね、またね、ぶっ飛んだね、グルメね、レポートをね、皆さんに見ていただこうと思っております。それでは、どうぞ。新しくなったね、歌舞伎座の5階にある寿月堂というね、和風カフェがあるのね。ここでね、ちょっといろいろ食べてまいりました。綺麗なね、おばさんとかね、あとすごくね、可愛いね、お姉ちゃんとかがね、着物着てね、お茶入れてるのよ。なんか見てるだけでもね、なんかいいね、言えるコットのね、ティン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 ってね、音楽流れてたらね、マッチするっていう感じのね、空間に高いいや、すっごい高いわ、なんじゃこれ。ファンクね、フリーズですよ。普通のね、マンゴージュースとかね、830円だよ。あとなんかお茶とかね、750円。いや、マジですか、これ。いや、ファンクね、固まって動けない。いや、確かにね、美味しかった。雰囲気も出てたし、あとね、入れてくれてるね、姉ちゃんとかすごく可愛かった。ファンクさ、あまりさ、お茶とか飲まないから、お茶っていうか、お抹茶ね、お抹茶飲まないから、よくわからないんだけど、ファンクが頼んだこのね、1500円ね、鼻血出ちゃった。
大出血しちゃいました。ねえ、お抹茶って高いのね。困っちゃう。